私の連れ子なんですけどね、子供ね、高校生の娘と息子がいまして、今日は息子が受付に手伝いに来てます。あそこら辺におるかな、走ってやげて。いや、それそれそれ。ちょっと一言声かけとってください。ちょっと時給払ってますんでね。子供たちの弁当を毎日作ってるんですけども、その作ったお弁当を、ミクシーの写真にね、手抜き弁当というあの名前で、アップしてまして、その手抜き弁当という題はなんでその手抜き弁当なのかっていうのを、リクちゃんが、私の、アルバム、日記、皆さんの書いていただいたコメント全部、本当最初から最後まで全部読んで私を分析して書いてくれました。すごい面白い歌になってます。これ聞いていただいたら大体私のそうですね 65% ぐらいはこんな人ないなっていうのが分かるような歌になってますので、歌詞の内容もあの考えながら、聞いてください。で、あの楽しい曲になってますので、ね、一緒にこう踊っていただいたり、りくちゃんが途中ではいはいはいってあのお囃子入れてくれますので、一緒に言っていただくとすごく嬉しいです。手抜き